明日に備えて早く寝ないといかんのに全然眠気が起きねえ。明日の大勝負に緊張しているせいかな。いや、隣の部屋に大野がいるせいだな。妙に意識してしまうぜ。ああ、もう早く寝ないといけねえって。いや、待ってないよ。嘘つけ。いやいや、大野が遊びに来るなんて待ってないから。嘘をこけ。では俺の前にいるもう一人の俺をどう見る？シャイロガイル。なぜガイルさんが二人？これは俺が思うに、あの子の深層心理、心の間違い、飛び込むことに躊躇する様。そう、彼女は待っている。お前が部屋に飛び込んでくることを待っている。ちょっと牽制してみよう。よし、ファレフー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 。ダメだ、ハロー。この子なかなか強情だ。お前が動いてみろ。お前が勇気を出して飛び込んでみるのだ。おい、一人で怖くないか？お化けとか平気かよ。額縁の裏とかちゃんとチェックしたんか？おお、なんだ、どうしたよ。本当にお化けでも出たんか？おいおい、物本じゃねえか。冗談で言ったつもりなのに本当にあるなんてな。ああ、こんなにぶち割っちゃってホテルの人に怒られるぞ。こんな部屋に通されたお前も怒るよな。じゃあ明日大会があるんだから早く寝とけよ。痛い痛い痛い。その暴力衝動も克服しなさいよ。もう夜中の1時だぜ大野。明日の大会に響くぜ、寝ないと。本当に無口だな、このお嬢さんは。っていうか、俺は意外に沈黙が苦手なのかもしれん。テレビも壊れてるし、情報量が大野しかねえ。逃げることにしよう。大野、俺はお前のお化け部屋で寝るからよ。お前は俺の部屋で。お前は本当ガキみてえだな。この弱虫が明日残機で全国の強豪たちを借りまくるんだからな。このままお札ダメージを引きずらせて明日勝利するって手もあるが、フェアじゃねえよな。オノ、風呂は入ったか？うん、歯磨きはしたか？うん、偉い。じゃあ明日に備えてとっとと寝るぞ。ハルオ、俺の前にはいつも彼がいた。しかし今日の夜は茶色の俺がいたのは知っているだろう。今はなぜだかレイディーがいる。